はい、こんにちは、ブルーホースです。100年目に破産するブルーホース社長をやってまいりたいと思います。桃鉄12年目でございますね。いやー、100年って長えな。そう考えるとな、さあ私どこまで、うわーめっちゃ逃げれるやん。19ってことは特急周遊でもマックス18だから、もうちょっと逃げきれない数字になっちゃいましたね。あ、しまって、なんかしれっとなんかすごい近づいてきてないか。あれ、そろそろ、あーちょっと待って、目の前に見えてる、やばいな。うわ、しかも独占しやがった、ちょっと潰されろって話なんだけどな。特急周遊、さあどこまでぐる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 近づけるか。うわ、暗証倍数字でございますね。頑張って頑張って頑張って。さあ、富士宮は俺の焼きそばですね。俺の焼きそばかっこ下ネタ。よっしゃ、行こうか。ということで、チリ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 ってやめましょう。ボンビーウルリンウルリン買ったところ、買った巣場からどん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 売られていくんだよ。もうこいつかわいそうになってきたわ。ただのドンマイってしか。で、これさ、どういう方向からいける？あ、ぐるっ、いや、あ、でもそっか、遠くからぐるっと回ってくる方法もあるんだけど、でも、次3なんだよな。ってことは、特急周使っとくか。オッケー！ 4 と5、止まれます！そうなんです。私が止まるんです。あ、でも27億しか稼げてねえのか。くそやな。全然あかんかったな。もうちょっと現金化したいですね。決算。ちょっと来年には、こうなんか毎年50億がしれっと入ってくるようなくらいね。てか50億が毎年しれっと入ってくるみたいなことをさ、現実世界でやりたいよね。まあ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 、まあ。よっしゃ、これで8億だからさ、前回パートの最後で買ってね、ロイヤル EX の、投資が回収できたってことですね。オッケー！で、湯布院大分行ってみたいな。温泉。うん。まだ行ったことがないんだよね。ということで、プロ野球チーム、あ、横浜ベイスターズのことっていいのかな。でも、隣に横浜があるんだよな。あ、じゃあ横浜は何なんだ？アンパンマンミュージアムとかな。さあ、せっかくわざわざこっちまで来てくれたのにね。ありがとう。ドンバイ。帰っていけ。あ、そっか。飛行機に乗っていく。飛行機乗る気になる。あ、買うのか。買うの、特急カードめちゃめちゃ。うわ、めちゃめちゃ買うやん。めちゃめちゃ買うやん。こいつマジで容赦ねえな。あれ、しかもちょっと待って、これさ、しれっとくっつけていく気じゃね？うわー、くっつけよったー。くっつけ返したるわー。ゴリゴリにくっつけ返したるわ、お前。俺にそういうなすりつけをすることによって、どういう被害が起こるか、お前、考えたことあるか？サハラが全部変えるな。サハラ砂漠行こうか。よし、じゃあサハラ、こっちにまずしれっとつけといてからの、こっちはいけないよね。で、こっちも別に全部買えるものないし。そう、独占物件。あ、しかも俺、中途半端に買ってたじゃん。これ、色タダタカさ、全部独占したらさ、消えちゃった。そう。よし、じゃあ俺は、色タダタカになって、日本一周して、地図を一つ作っちゃうぞー。あれ、色タダタカってさ、あれなんか、来るんだっけ？とか、めちゃめちゃあれやな。もう、移動手段手に入れて、ウハウハやな。しかも、しれっと特急分のなんかちょっとお金をどん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 回収し始めてるし。そっか、これめんどくせえな。毎回なすりつけられんじゃん。ほんで飛行機飛んでいくし、こいつ。うわ、特急周回。あ、よっしゃ、使い切りよった。バーッとバーッと。よっしゃ、オッケーオッケー。あ、でもこれどっち行くのがいいかな。ちょっと待ってね。ロイヤル EX を一回使って、こいつになすりつけていく。あ、でもあいつ移動手段めちゃめちゃあるんだっけ。なんかそれだったらクソもったいないというかめんどくさいから。うわぁ、いったん無駄に使うのが本当に嫌だなぁ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、つけた。で、ちょっと待ってね。あと何マス ?8 マスね。8マスだと、だからすぐちょっと待って。今気づいた。プル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 言うてる。マイナス、じゃあここは、ちょっと素直にカードマスいきましょう。ドゥルードゥ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 ー、あ、ちょちょ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 、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 持ち金ゼロカード？これ自分のか、それとも誰かの持ち金をゼロにすることができるのか。そういうのとたまらんねんけど。まあ、決算が終わった翌月とかにさ、もう早速やってやろうかみたいなね。ゆきひさん、ありがとうございます。最寄り駅カード。何、最寄り駅カードって。なんでそんな時にロック出してくんだよ、もう。あ、ちゃう、届かないんだ。残念でした。まあ、カード手に入るだけありがたいと思いない。イエローカード使って、やった。ウルリン、ウルリン。さっきもうほんと、あ、1億。もう、かわいそうだわ。ということで、私は飛びます。これ飛んで、わー、もう近いわー。ということで、マスダ行きます。島根県やったかな？マスダでやってるよね。駅田じゃないよね。駅伝でもないよね。マスダってでも何があるんだったっけなぁ。買います。買います。売ります。古本市場。
ぶっ飛び足踏み。あー、そっか、これ宝くじとかだっ、うん、ちょっとかにいいよね。まあいいや、とりあえず持てるだけ特急を買っちゃいましょうと思ったら、もう終わり。あ、平のマサカード、これはね、俺いらない。あの、自分の方が持ち金がもう圧倒的にある状態で、このカードを使うと自分または他人の持ち金をゼロにすることができます。ああ、ある種あれだね。なんだっけ、あいつあいつ。え、何言ってんの。あいつだよ。あ、特性霊、特性霊。もう言葉が全然出てこなかった。特性霊と同じような効果を持ってるってことね。さあ、また特急。あれ、これなんか特急なんかこんな持ってたっけ。ずっと特急してるやん。で、わざわざ寄り道したのね。アホか。全くもって作戦というものがないよね、こいつにはね。さあ、あーでもな、うわー、やっぱいいよな。8月の青マス1億ってなかなかいいよね。まあでも12年目になってくると1億って金がもうはした金に動いてくるよね。あ、スペシャルカード、よかったじゃん、おめでとう。おや、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ここでまたさ、デストロイドになるのよ。進化しなかったみたいなこととかってないのよ。でもこいつさ、あ、雷神さ、もうなんか、あの、ハリケーンされるほどのさ、物件持ってないじゃない。ポコンデシュー、ぐる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 。なんか、キョンシーみたいな後ろ髪してさ、物件と待たれてー。てか、物件ってこれあれか、あの、ほら、普通に飲食店とかだったら売られてるけどさ、これ、あの、電源とかそこら辺とか全く関係なく飛ばされるんだね。うわ、また土ぼこりが激しい状態になってるよ。行くぜ、デイ、あ、すげえ、俺持ってるー、ゆっふいー、ゆっふいんだよね。なんか、飯塚、あれ、飯塚、あれ、ゆっふいんだよね。あれ、あれ、ちょっと待って、俺間違えた、今。あ、間違えてるわん。まあいいわ、全部変えるところに決まっちゃった。なんかもうほんと、あの、あれだね、頭が回ってないね。バカバカだわ、ほんとに。ごめん、まあもともとみんな知ってたと思うけど、俺がバカだっていうことはね。あ、そっか、急行集とか特急とか持ってるってことは、もうこいつもゴールできる位置にいるってことだな。うわー、ボンタンめ、たどり着いてんじゃねえよ、九州の地に。みんな大好き九州の地にたどり着きやがって。うわ、土足厳禁なのに汚い足、足くっさ、裸足で宮殿の中歩き回ってるやつの足が綺麗なわけがない。本当におめでとう、休校。グエヘヘヘヘ、ポコンなんだ。じゃあなんだろう、キングボンビーのあの本名はボコンとかなのかな。ボコンボコンボコンとかなのかな。私どうなんだろうね、そこら辺ってね。だってポコンとボコンとさ、すぐボッコボコとかなのかな。どんな名前なんだろう。あと6マス、6マスってことは、まあ特急カード使っときましょう。めちゃめちゃ進むやん。ユフインどこ。あ、やっぱそうだった。よし、オッケー、超豪華和風。なんかさ、2月の頭くらいにさ、メンタリスト DAIGO さんがさ、熊本で泊まった、旅館がクソだったみたいなさ、なんだったっけ、名前忘れちゃったけどさ、もう20万も取るのに温泉の湯は溜まってないわ、食事はなんかもうレンチンしたやつだわみたいな、なんかクソみたいな、旅館だったってボコボコに言ってたけどね。果たしてねえ、どうなんだろうね、実態のところは。なんかでもまあ、なんか気持ち悪いオーナーだったみたいな話。札幌、急に遠くなりますやん。まあでもね、お金だけ、お金とか見栄えだけ立派でさ、中身が全然実際のところ整ってないなんてのさ、人間でもあることだからね、皆さん気をつけなきゃいけない。やっぱり日々勉強しなきゃいけないですよ。こんなね、ゲームやってね、地理を覚えようとしたり頑張ったりとかさ、なんかね、テレビ画面の前とか、まあこれパソコンのモニターだけど、パソコンのモニターの前でさ、偉そうにベラベラなんかさ、それっぽいこと喋って、賢そうに見えて、実際のところバカだってみんなにバレてるのに、それに気づいてもないようなバカだけどさ、そういう人間になっちゃダメよ、本当に。32にもなってさ、誰ともさ、これ、マックス4人で遊べるゲームなんだぜ。なのにさ、誰とも遊ぶことができないでさ、寂しいような大人になっちゃダメよ、本当に。うん。さあ、出た。貧乏人どもの、しょうもないなすりつけ合い。頑張れ。じゃあ、星飛びしましょう。23マスですね。そう、知床。いいっすね、知床行ってみたいな。9歳、小学校3年生の時にね、北海道で網走とか札幌とか函館とか、知床とかね、その辺りとかね、なんか北海道一周旅行をなんか1週間回かけてぐるっと回ったこととかあったりしたんだけど、おお、なんかここすごいいいカードがいっぱいあんな。でも、
ポイントで買えるも、あー、ごめん、ちょっとごめん。オメガネに合わなかったですわ。で、みんなあと40、あ、41マスか。ってことは近づいてくる。いや、こいつ絶対なすりつけてから来るだろ。だよね、ですよね。これなすりつけ合いし始めたらさ、もう何にも起こんないからマジで面白くないんだけど。やれよ、普通に。なんでお前そこで、あれこいつさ、なんか、あ、諦めた。なすりつけるだけなすりつけて諦めよかった。でもこいつ飛ばせる時の物件もう持ってないんじゃない？どうなんだろう。ポコディス、うしょ、うしょ。うん、ポコポコポコピー。くる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 回って回って回って回るリリンバーたったたらたた。なんかもうかわいそうだ、本当にかわいそうだ。違う違う違う、最後の特急使って、あとはもうちょっとみんなのね、こう近づいてくるペースをちょっと見てってところかな。ちょっと待ってね。あと北見門別、どっち向かってくのがいいのかな。こっちなんだ。こっち行くと、カエルマスが、あれ、赤マスばっかりか。そういったら物件買おうか。ちょっと待ってね。物件、網走か。刑務所変わった方がいいのか。あ、ちょっと待って。ここ、ここなんだ。バキューム。バキュームってあれか。お金取ってくるやつやな。2億の価値あるのかって話やな。お殿様、お殿様もいいけどな。急行ってこんな安いんだね。いや、いや。あ、ちょ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 。じゃあここだな。よし、全部買っちゃいましょう。金はあるときに使うべし。じゃんじゃじゃーん。まあ、でも あるときに使うべしって言うけどさ、貯金するくらいだったら何かに使うか投資に回すかってやった方がいいよ。いや、投資ってね、あのね、みんなね、あの投資を悪だとかギャンブルだとかっていう人は僕はおるからと思ってて、そのまあ感情的な面で言うと、いいか悪いかで言ったら、その人の個人のね、考え方だから、別に悪いというふうには思わないけど、かなとは思うよね。あのね、確かに、金を儲けた、損したっていうのは投資には付きまとってくるよ。だって自分のお金を使ってくるわけだからさ。でもそれってさ、じゃあ例えばこれ今桃鉄やってる、桃鉄だってさ、6000円とか7000円とかのお金使いますわ。じゃあそれで6000円とか7000円分の、ペイができるほど楽しむことができたかって言ったら、それはまあ推し量ることができないじゃないですか。わかんないじゃないですか。しかしたら1回しか遊ばなかったってなったら、それだったら2時間3時間の飲み行った方が良かったよねとかって、そういう話になってくるんですよ。だから、投資っていうのは、その自分が儲けた儲からなかったっていうことも、そのサブの目的として持っておくってことはすごく大事だとは思うんだけど、僕個人の考え方では、少しあくまで僕個人の考え方だけど、投資するときを応援したいからっていうので、ぜひですね、投資っていうのはやってもらうといいんじゃないかなって思ったりするわけなんですよ。めちゃめちゃ遠いな、おい。さ、あれ、さ、あ、違う、札幌こちら。札幌めちゃめちゃ遠かったわ。でも、あー、北見が帰る。じゃあ北見行きましょう。そう。全部買えこれ。あ、全部買えるわ。あ、ごめんごめん。ありがとう。じゃーちゃちゃちゃーちゃ。そう。あのね。その企業を応援したいと。新しい。あ、あった。リニアカード。おー、いいですね。そう。自分がこの企業を応援したいなと。それがもちろん、その、もうこれ以上先見込みがないくらいに、ボコボコの決算状況だとかだったとしたら、シンプルに損するから買わない方がいいけど、まあ、例えば、だよ、今、ニンテンドースイッチやってるから、ニンテンドー応援したいなって思ったら、その、自分がお金を使って、何かそのビジネスを始めたりとか、その何か、事業、事業を起こして、なんか個人事業でやったりとか、会社を起こしてとかっていうことができないっていうことであれば、じゃあ、代わりにお金を出すから、代わりに仕事してくださいねっていう意味で、企業を応援する意味で、投資っていうのをするわけなんですよ。ね。だからそういうことを考えたら、自分の代わりにお金を出すだけで、いろいろと働いてくれるっていうようなビジョンっていうのが見えるのであれば、ぜひですね、お金を出して投資っていうのをやっていただいて、投資っていうのはぜひやった方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。だから企業を応援する意味でのお金の使い方だと。そういうのをやっぱりね、ちょっとビジョンとして考えていかなきゃいけないと思うんだよね。ということで、じゃあポイントで期間延長でロイヤル EX 期間延長しちゃいましょう。OK です。ありがとう！でも2240万か、大した額じゃねえな。うん、
そう、投資って単に自分の儲けた儲からなかったじゃなくて、企業を応援する、こういう純粋な気持ちを持ってやることが大事だから、僕も最初投資を始めた時は自分の老後とか子供のにの学費とか、まあ教育費とかに使うためにお金こうやって準備しようとかって言って、自分が得するか損するかっていう、そういうすごく狭い視野でお金投資始めたの。だけど投資をしていくうちに、あれ自分の買った株を改めて見てみようと思って、もちろんその SP500 とかも突っ込んでる、オールカンとかそういうのも突っ込んだりとかしてるけど、自分のその買った株を見てみたら、あ、普段から自分が応援してるとかお世話になってるっていう企業が結構多いなと。じゃあちょっと心機一転して、そういう目線で株をしっかり買って応援していこうと、そういうあの目線になっている。え、持ち金ゼロにしてやったんだバカ野郎急に口が悪くなる。投資しましょうねとかって穏やかな心で喋ってたら急にそういうことになってね。あ、ちょっと待って待って待って、あやっぱりあれだね、あの口汚く罵っているとそういうことが起こってしまうんですね。はい、じゃあここに乗るとなんかもらえたりしない？やった、何にも出ないんか。え、なんか空港に着いたらさ、なんかみんなあのすごいご褒美みたいなのもらってたのに、なんで俺だけこんな目に遭うんだよ、マジかよ。はい、ということで、あの投資をね、あの恐れているとかね、あのマイナスだとかね、あのギャンブルだとかっていう風に考えている方はね、まあ、確かに自分の、 あの手持ちを使うことになるので、お金がマイナスになるっていう、そういう危険性って確かにはらんでいるけれども、自分の代わりに働いてくれると、そういう恩恵を受けるためにも、まあ、そしてあのビジネスがより広く、やっぱりね、いろんなことを何するにしてもさ、自分たちがさ、あの旅行をするとかさ、あの物を買ったりとかさ、ご飯食べたりとかするためにはさ、全てにおいてお金がかかるわけじゃないですかね。ビジネスをするにおいても当たり前だけどお金がかかるわけなんですよ。でそれをね、しっかりとあの自分以外の人たちが働いてもらうためにも、お金でなんとか解決できるんだったら、その協力くらいして差し上げましょうよっていう話で、そういう気持ちですよね。投資っていうのを始めていただけるといいんじゃないかなって僕は思ったりするわけなんですよね。ただこれは個人の価値観であって、お前の言ってることなんかは、あーもうほんと陽気日マジでよ、ほんとにいいよな、お殿様気分でよ、ほんと服全部引き裂いて、もその先端おまえちゃんクリクリしてやっかんな。出現、あー近いですね。はい、北海道、まあ北海道クシュって、あのね、北海道僕ほんとでかいのよすでに。はい、よし、ジンギスカン、はい、ありがとうございます。生チョコ工場か、生チョコ工場いいな。オーケー、2240万。だからあれだ、1年間であれだね、2億2440万が、じゃあ2億5000万くらいか、弱だね、手に入る可能性があるということですね。まあ、もうちょっと上がっていくかもしれないんだけど、わかんないけど。はい、ということで12年目以上でございます。なんかちょっと新ニーサの投資とか、投資について偉そうに語ってしまったんですが、ぜひですね、あの投資とか新ニーサに関する皆さんのお考えっていうのを、ぜひ、コメント欄の方に書いていただけると幸いです。ということで、決算発表見ていきましょう。トゥトゥルトゥルトゥトゥ。今年はあれだね、30億突破しましたね。はい。で、最終的な総資産の発表でーす。ディ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 ー。今年で、60億以上の稼ぎっていうところでございますね。これで6倍の差、ちょっと差が縮んじゃったかも。まあでも、実際200億以上か。ね、差が開いてるところでございますんで、さあ、このままね、果たして。でもまだ言うてね、10分の1なのよ。序盤なのよ、全然。まあ、一切合切ね、資産が減らないという最高な状態でございます。ということで、今回は以上でございます。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して13年目もお楽しみにお待ちください。ではまたお会いしましょう。バイナラー。